キーとラッキョウアリウムキーエンセは、ネギ属の植物の一つで、落ウを小さくしたような植物。渓流沿いに生え、分布が限られる。地下に林茎があり、地上に細い葉と家計を出し、冬には地上部が枯れる。林茎は長大円型で細長く、長さ2センチメートルほど。葉は細くて、長さ10から20センチメートル。茎は1ミリメートルほどで、断面は、 円形で中空。花時には3から5枚の根質用がある。花形には葉がつかない。葉を切って水中に差し入れて、口で拭くと泡が出るので中空になっていることが確認できる。これはかつて本種をその変種として、同種とみなされたイトラッキョウとの区別法として簡便なものである。花期は10から11月。花形の高さは15から30センチメートルほど。花は、 横向きか、斜め下向きに咲く。花皮はかなり濃い赤紫で、脂肪も赤みを帯びる。オスシベは、長さ9ミリメートルほどで、基部が横に伸びて、互いにつながって、感情となり、またこの部分は、花皮片の基部とも融合する。本種はもともと、長崎県平戸島に産するイトラ協 A、バーガンキアリーの一編種バリエーション、キーエンセとして記載されたものである。この種は、 家系と葉の束が独立すること、家系に葉がないこと、細い葉が中空ではないことなどの特徴でこの属でも、独特のものとして記載されたものである。本種は当初この種の変種と考えられ、上記の学名を与えられた。また同種には、薬師間産の薬師エトラッキョウが、やはり変種バリエーション、薬師面セとして記載されていた。他方、鹿児島県島にも、類似の植物があり、 これは、十は、ョ鏡 A ネ年生、あるいは、ヤマラッ山落鏡 A サンベールギーとして記録されてきたもので、あったが、これらとは異なりむしろ、イトラキョウに近い形質を持つとのことから、日本産のこの類の再検討が行われ、その結果、キーキョウは、イトラキョウとは、別種とみなすべきとの判断となった。具体的な相違点としてが、上記の群では、花が上向きに咲き、 可比変が大きく開き、白から淡い黄色であるのに対して本種は可比変が開ききらずその色が紅色であること。前者では花が上向きに咲くのに本種では横向きに咲くこと。前者では外可比変がボート型でない可比変は扁平なのに対して本種では両者ともにボート型であることなどが挙げられている。これらのいずれもその角型はイトラッキョウによく似たものであった。 分布はごく限られており、当初は、紀伊半島より知られ、佐竹他では他に、岐阜県、山口県との記載がある。しかしその後愛知県からも報告された。いずれにせよその分布は限られた地域のみである。川岸の岩の上や岩の隙間の砂の溜まったところに、生え、増水時には水をかぶるところでもある。よく稲荷植物に混じって生えているため、花時でないと混同して見分けづらい。 明るくて競争者の少ないこのような環境でこそ生き残ったものだろうと矢原田監修は述べている。絶滅危惧種に指定されている。環境省のレッドデータでは絶滅危惧通類に指定されており、分布している各県においてもそれぞれに指定を受けている。分布が限られている上に花が美しく、山野草としての栽培目的で採集される。矢原田監修でも、 生育地で明らかに根こそぎに採集された跡を見ることがあると憤慨しつつ述べてある。また、生育条件が限られているため、環境の悪化による生育域条件悪化や減少も危惧されている。以下、和歌山県、レッドデータブック、p 三百十五以下、ヤバラタ監修、p 五百八十七高橋、堀田、高橋、堀田佐竹ほか、P36 ヤバラタ監修、 P587 和歌山県レッドデータブック P315 やばらた監修 P587 日本のレッドデータシステムやばらた監修 P587 ありがとうございます